艦長、缶詰について報告します。護衛艦の一番高いところであるマストからの撮影でいかがでしょうか。よし、第一弾のタイトルは出航準備。護衛艦のマストに登ってみた、これで行こう。さて、艦詰、記念すべき艦艇第一弾ということで、今回は護衛艦イカズチにやってまいりました。今回マスト作業を実施していただく乗員の方々はこちらの方々です。作業指揮官の大野です。マスト作業員の佐々木です。補助員の杉浦です。補助員の柴田です。マスト作業ということなんですが、見どころを教えてください。護衛艦の乗員でも限られたものしかマストには乗りません。マストから見下ろす絶景が見どころです。それにしてもなんでマストに登る必要があるんですか。護衛艦は出航前ライトの点検を行います。船舶は航海中、日の入りから翌日の日の出時刻まで法律により定められたライトを船体の定められた箇所に点灯させなければなりません。出航前に点検し、必要に応じ電球の交換を行っています。そして見てください、この高さ。初めて登った時は本当に怖かったです。マスト作業を行う。安全規則を遵守しマスト作業を実施せよ。わかれ。あります。ヘルメットよし、安全帯よし、安全口よし、止まってよし。では登る、補助よろしく。はい。から約20メーターです。丸く白い武器、なんだか有名な映画のキャラクターにも似ているけど、これが高性能20ミリ機関砲のファランクスだよ。敵の攻撃から船を守る最後の砦なんだ。へえ、すごいんだね。ちょっとかわいい。そしてファランクスの前に見えるのが76ミリ速射砲。護衛艦の装備の中ではやっぱり目立つ存在だよね。上空、水上、どちらの目標にも対応可能な頼れる装備なんだよ。まさに護衛艦の装備ってやつね。かっこいい。今度は後ろを見てみよう。イカズチに装備されているミサイルは2種類あるんだけど、まずは横を向いている丸い筒は対艦ミサイル。その向こう側の壁に囲まれた区画は対空ミサイルの発射装置だよ。あれ？対空ミサイルはどうしてモザイクがかかってるの？対空ミサイルはイカズチを守るための防空用のミサイルで、
今見えている部分はいろいろ秘密なんだ。そっか、残念。でもね、どうしても知りたいって人に朗報。え、何？海上自衛隊に入隊すればすぐにわかるよ。その手があったか。お近くの募集事務所へレッツゴー。マスト作業終わり。異常ありません。了解、分かれ。マスト作業終わり。いかがでしたか？出航準備、護衛艦のマストに登ってみた。すごい迫力でしたね。艦艇の出航の際にはこんなに大変な作業が伴うんですね。